演技式新名帳は、延長5年にまとめられた、演技式の巻9、10のことで、当時、感謝に指定されていた全国の神社一覧である。演技式新名帳に記載された神社、及び現代におけるその論者を、演技式のうちに記載された神社の意味で、演技式内社、または単に式内社、式社といい、一種の社格となっている。本来、新名帳とは、 古代律令制における神技官が作成した感謝の一覧表を指し感謝帳とも言う。国、軍別に神社が羅列され、官兵、国兵の別、王こそ勝者の別と座数、兵白を受ける祭祀の別を明記するのみで、各式内社の祭り神明や由書などの記載はない。演技式神明帳とは、 演技式の成立当時の新名帳を掲載したものである。演技式新名帳に記載された神社は全国で2861社で、そこに鎮座する神の数は3132座である。式内社は演技式が成立した10世紀初頭には、朝廷から感謝として認識されていた神社で、その選定の背景には政治色が強く見える。 当時すでに存在したが、演技式神明朝に記載がない神社を、式会社という。式会社には、朝廷の勢力範囲外の神社や、独自の勢力を持った神社、また、神仏集合により、仏を祀る寺となった神社、僧侶が管理した神社、正式な社殿がなかった神社などが含まれる。 式会社だが六国史に記載がある神社を特に国史、現在社と呼ぶ。式内社は各種の種別がある。まず官兵社と国兵社の別である。官社とは、毎年2月の記念祭に神議館から併白を受ける神社のことで、各神社の葉振り部が神議館に集まり、併白を受け取っていた。その後延暦十七年に、引き続き神議館から併白を受ける。 官兵舎と国士から併白を受ける国兵舎とに分けられた。式内舎では官兵舎が573社737座、国兵舎が2288社2395座である。国兵舎が設けられたのは遠方の神社では歯振り辺の状況が困難なためと考えられるが、遠方でも重要な神社は官兵舎となっている。杉がこそと勝者の別である。 この別はその神社の重要度や社税によったと考えられる。官兵者、国兵者及び王子、王こそ、勝者は、すべての式内者について定められたので、式内者は、以下の4つに分類されることとなる。官兵大社は、機内に集中しているが、官兵商社はすべて機内に、国兵大社と、国兵商社はすべて機外にある。なお、近代社格制度にも、 同じ名称の社格があるが、式内社の社格とは意味が異なる。また、近代社格制度の社格は、演技式における社格とは無関係で、制定時の重要度や社税に応じて定められた。式内社の中には、記念祭以外の祭りにも、閉白を受ける神社があり、社格と共に記された。式内社の公営が、現在の、どの神社なのかを否定する研究は、 古くから行われている。現代において、演技式に記載された神社と同一もしくはその、公営と推定される神社のことを論者、否定者などと呼ばれる。式内者の公営として、ほぼ確実視されている神社でも、確実な証拠は、ほとんどなく、伝承により、公営の可能性が、極めて高い論者という扱いである。演技式編纂時以降、社名や祭神。 鎮座地などが変更されたり、他の神社に合肆されたり、また、荒廃した後に復興されたりした場合、式内社の公営と目される神社が、複数になることもある。論者には、他の研究によって公営者だとみなされることもあるが、その神社自ら式内社だと主張することも多い。ありがとうございます。